やってきました、阿佐動物公園。ホームテレビの野村舞です。動物園の新しい楽しみ方であったり、ちょっと変わった楽しみ方を教えてくれるゲストに登場していただきましょう。よろしくお願いします。おはようございます。どうも初めまして、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私映像監督などやってます野崎弘隆と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京を拠点に映像制作を行う傍ら、空いた時間を利用し年間170回全国の動物園に行く動物園マスター野崎弘隆さん。そんな野崎さんが楽しみ方を教えてくれるのは広島市阿佐動物公園。開園して今年で53年、およそ140種類を飼育する西日本最大級の動物園です。まず2人がやってきたのはこちら、見てください。これアヌビスヒヒの、すごい、アヌビスヒヒのヒヒ山でございますよ。ヒヒ山、ヒヒ山ですか。ヒヒ山、へえ。だいたい猿山が多いんですけど。そうですよね。園内に入ってすぐ目に飛び込んでくるのがアヌビスヒヒのヒヒ山。アヌビスヒヒとは主にアフリカに生息し、顔がエジプト神話のアヌビス神に似ていることから名付けられました。ここはいいところって下も見えるし、逆に今度人間がこう見られてるぐらい高いところにもいるじゃないですか、はい、そうで、ベイビーもいるんですよ。ちょっとベイビーを見つけてください。もう早速見つけちゃったんですけど、かわいいすごい、本当にちっちゃいですね。ここからはその生態を紐解いていきます。すごいじゃれ合ってたりする子もいれば、はい、ちょっと離れたところから、はい、様子を見てる子たちもいたり。やっぱり強いヒヒとかっていたりするんですか。そうですね、群れには強い弱いっていう順序が、順番があってですね、ここのですね運動場に餌をまくんですが、だいたいこのお客さんから見えやすい特等席にはですね強いヒヒが占領します。で、弱いヒヒはなかなか食べられずに上の方に行ったりですね、隅の方にいることが多いんですけど、それぞれの個体がどう動いてるかっていうので、ヒヒの中での立ち位置が分かるってことですか。そうですね、まあ、一度取ってしまった餌、手に持った餌っていうのを力ずくで奪い取るっていうのは基本的にルール違反なので、それはできないんですけど、逆にあまりにももらえてないからちょっとこう譲るとまでは言わなくても、その辺はちょっと非常な世界でして、個体同士ですね餌を譲り合うってことはこのアヌビスヒヒに関してはしないですね。動物たちの知られざる生態を知ることが野崎さん流の動物園の楽しみ方につながるんだそう。僕は結構霊長類とか、はい、ゴリラとかオランウータンの類人とかが結構好きでございまして、はい、そうなんですね、はい、僕最初こう動物園行くのときっかけの一つに、はい、多摩動物公園にいたボルネオオランウータンのジプシーおばあちゃんっていうオランウータンがおりまして、はい、その方を拝んでたんですけど、はい、動物園行ってなかなかこう個体で見ることってないじゃないですか。そうですね、また元気かな、また会いたいなと思って動物園に通うようになったっていうのもあって、うん、だから動物を個体で見るとまた通いたくなるっていう。へー、じゃあ一匹一匹を見てその中での推しを見つけるというか。あ、そうですね、そういった感覚ってことですか。そうなんですよ、だからぼーっとこう眺めるのが結構いいと思うんで、はい、へー、動物園マスターが伝授動物園の楽しみ方、それは推しを見つけ何度も見に来ること。そうすることで大切な知識も養うことができると野崎さんは言います。まあ、こうやってここにいるヒヒさんたちもそうなんですけど、はい、海外の野生下にいる動物を日本でこうやって見れるっていうのは動物園ならではのことなので、もちろんその図鑑から知ることも多いと思うんですけど、うん、本物を見ることでそこから興味が始まって野生にの今どういう環境なのかとか知れる機会なので、ぜひこう動物園から入り口にいろんな動物を知ってもらいたいっていうのはありますね。